イタリアのアウトストラーダアウトストラーダはイタリアの高速道路。意味は自動車道路。アウトストラーダは世界初の娯楽やスピード競技、軍用ではない都市間を結ぶ一般用高速道路である。自動車のみが通行可能な有料道路であり、かつ平面交差点や信号による交通整理がないもので公共事業省から認可を受けたもののことを言う。なお、 イタリア道路法によるものではないが、アーノスの管理する無料の自動車専用道路もあり、国際道路連盟ではこれも高速道路に含んでいる。自動車と 150cc 以上の自動二輪が走行できる。ドイツのアウトバーンと接続しているが有料である。制限速度は 130km である。なお2001年の法改正により、条件を満たす区間において、道路管理者が 制限速度を 150km に設定することが可能になったが、道路管理者側が訴訟を恐れて引き上げを行っていないため、2011年時点で 150km 制限の区間はない。1922年、モンツァサーキットの設計者としても知られる、ミラノ出身のギシピエロ・プリチェッリによって、ミラノとバレーゼ、コモなどを接続する計画が提案され、 国内インフラの整備と自動車による宣伝効果を期待したファシスト政権によって建設は承認された。そして建設承認から2年後の1924年、一般用の高速道路システムとしては、世界初となるミラノガララアテ間を結ぶ2車線の高速道路が完成した。建設当時のアウトストラーダここで重要な点は、 これらの高速道路が純粋に一般向けの国内インフラとして建設されたことである。単なる自動車専用道路としての高速道路は1911年に完成したアメリカのロングアイランドモーターパークウェイが有名であるが、これらはいずれも娯楽やスピードレース、ないしは組用輸送を主眼に置いた道路であり、現在我々にとって 一般的な高速道路の概念とは異なるものである。また、ドイツのアウトバーンもまたしばしば世界初の高速道路として紹介されるが、これについては単なる事実五人に過ぎない。アウトストラーダはその後も積極的に建設が行われ、1930年代の終わりまでには4 0 0トル以上にまで延長、道幅も4車線に拡張された。またこの頃には、 主要都市だけでなく地方の小都市からも乗り入れが可能となっており、イタリアの一般社会における自動車文化普及を支えたレンタカー文化とともに、庶民の移動、レジャーに欠かせない主要インフラとして発展する。戦後から現在に至るまでも拡張、延長は繰り返され、2017年末時点では7 0 0 0トル近くの総延長距離を誇っている。 運営会社は、急行団系のアウトストラーデ社とアナス社が2、大道路会社で、その退屈化の運営会社によって民営化されている。アウトストラーダ標識1989年に、テレパスという無線式料金収受システムが導入され、後の ETC の先駆けとなった。近年、アナス社によって、現在無料の区間のうち、 1> 約 1300km を2012年から有料化する計画のもと、自動ナンバー読み取りによる通行料金徴収システム、フリーフローの導入が進められている。フリーフローシステムでは、自動ナンバー読み取りによって、後日運転者の銀行口座から料金を引き落とす仕組みで料金書などが不要になる。 2017年末時点で総延長距離 6943.2km に及び A1 から連番で存在する。路線には名称があるものがある。詳細はアウトストラーダ一覧を参照のこと。また、ミラノローマナポリカンを走る最長路線である A1 はアウトストラーダデルソーレという愛称でも知られている。ありがとうございます。